だからね、その光もその素粒子も AI もね、意識も実は基本犯罪者なの。光の方が犯罪者なの。電子もそう。じゃあこのコンピューターとかスマホは犯罪者の中で動かしてるのよ、基本ね。なんでかってそこまで分解されちゃったってことなの。犯罪が過ぎて。何の時に犯罪したんですかって言われたら、遺伝子の時に犯罪してる。遺伝子の時の犯罪が原因で、どん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 分解されていってるの、あなた方。もちろん、私の意識もそうだし、私の遺伝子も犯罪を犯した経験があるよ。誰に対してって。細胞とか肉体世界、物質世界って言われるけど、まあ細胞とか肉体に対して犯罪を犯してるの。あなた方の自我も私の意識も。でしょ？でもじゃあ例えばこんなんも犯罪の文化があるからね。女性が肩出してるのもね。犯罪の文化もあるからね。そしてパクの住んでる韓国では女装も犯罪なのよ、多分。あの唇ならきっとそう。うちは女性やから女の格好します。ね。うちの、じゃあ性転換した天皇家こそが犯罪者やから。それをパクは認めんとあがらない。なんだかって天皇家もパクかリーかどっちかだから。外国人だからの天皇家がね。だからうちら日本先住民がいるのだよ。当たり前でしょ。そこしっかり考えてくださいよ。うちら侵略されたの、古代2700年前に。そのことをパクはなんて言ってた。ちょっと戻って皆さんそこの部分読んでごらんなさい。朝鮮人、満州人、そして韓国人にも腹立たしいようなことを書いてたらどうかしら。パクなんて許せる？韓国人、朝鮮人、満州人、大丈夫かな？あんな人がいていいのかな、本当に。